時間通りに授業を終わらせる元駅員の先生。はい、じゃあ最後にこの問題やって終わりにしたいと思います。終わりますか。はい、じゃああと15秒待機でお願いします。静かに。時刻よし。はい、ありがとうございました。授業中寝てる学生に注意する元駅員の先生。はい、メロスはですね、ではなぜそこまでして走ることができたのか、はい、そこを今日はしっかりと考えていきたいと思いますけども、藤川、まもなく終点富士到着でございます。藤川、とても寝過ごしております。お客様、起きてください。皆さんも、とっくに下車しております。藤川のみ、今寝過ごしている状態でございます。終点富士到着いたしますと、列車は、回送運転となりまして、富士の樹海へと向かわさせていただきます。よろしいでしょうか、藤川。はい、起きたな。じゃあ藤川、メロスは、のところからもう一回読んでもらっていい？はい、